こんにちは、今日は譜面の時間です。譜面シリーズですが、新しい、音符の形、新しい音符の形というかリズムですかね、2つ追加です。今日新しく、追加する形はこちらです。はい、今日新しく加わるパターン、タタンタンタンタ、ちょっと説明しますけど、これ最初の音符16分音符4個のうちの、まずこれ休符がないので、ここと、でこれ線がポヨンポヨンって2本ついてますから、これ16分音符の長さを持つ音符ですね。ですので、この音符はここになります。これ1個分なんで、そしてですね、揺れますね。この最後の音、この2つ目の音は、これ線がピョンって1本しかないので、これ8分音符です。8分音符の長さを持つ音符です。16分音符2個分の長さになりますので、8分音符イコール16分音符2個分なので、こことここの長さあるので、ここの音はここになりますね。最後の線がぴょんぴょん2本あります。16分音符1個分の長さ1個分です。たたんた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 、おすすめ手順はこちらです。右左左たたんた、はい、こちら2つ目、まずこれ頭は16分9分です。ここお休みです。で、この音、ここになるわけですが、これ線がピョン、1本しかないので、8分音符の長さを持つ音符になります。8分音符イコール16分音符2個分なので、こことここの長さがあります。で、これ最後の音になりますので、ここになると。これ、まあ、最後の音になるというか、まあ、これの次の音が、これ8分音符2個分なんで、当然あと1個しかないんで、ここになるんですけど、これ、線がぴょんぴょんって、2本線ありますから、これ16分音符1個分の長さを表します。ですので、こう16分音符1個分と、ここね。んたんた、んたんた、んたんた、たった、たった、たったと。はい。この、おすすめ手順はこちらです。左、左。それでこの2つ、今回新しく、加わって、もうだいぶ種類が増えてきましたけど、だんだん複雑になってまいりました。譜面がですね、こちらです。はい。じゃあ譜面。前半は休符が若干多めで、後半は休符少なめですね。やってみます。まずは60でやってみます。1、2、3、4、タタタ、タタ、タタタタン、タン、タタタタタタ、タン、タタタタン、タン、タタン、タン、タタン、タタン、タタタン、タタン、タタタタタタタン、うん。はい、とりあえずの目標100でやってみてください。勉強中の方、100これぐらいです。タタンタ、1、2、3、4、タタンタ、タタタンタタタンタン、タタタタタンタタンタタタタンタン、タタンタンタ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 タ
干リズムが乱れてしまいましたけど、おおむねこんな形になります。あとですね、まあ毎回言いますけど、アクセントの練習とか、アクセントもちょっと軽くやってみますね。音符の部分がアクセントになって、隙間を全部ちっちゃい音で埋めます。タタツタツクツクツタツタツクツク、ワン、ツー、スリー、フォー、こんな感じで練習したりとかですね。まああとそうですね、隙間をダブルストロークで埋めてみたりとか、例えば11小節目がタタンタタンタンタタタンタってなってますけど、まずこれを、今やったみたいなアクセント、タタツタタツタツタツタタタツタタツ、このちっちゃい音をダブルストロークで、こんな感じで練習してですね、まあ当然フィルにも使えると思いますけど、頭から全部やってもいいんですけど、かいつまんで応用できそうなやつとか自分で選んでやってもいいですし、ちなみに12小節目はタタンタンタタンタンタタタ、これ、音符アクセントにするとタタッ、そしてこのちっちゃい音、ダブルストローク、タッタ、こんな感じになるので、こうやっていろいろと練習工夫してできると思います。はい、そんな感じでですね、今回は新しい音符の形2つ、タタンタ、これとンタンタ、これを増やしてみました。次回はですね、あと残り3個あるんですけど、いきなり3つ増やすのも難しいと思うので、次回は2つ新しいの増やして、また譜面作ってみたいと思います。はい、そういうわけでどうもありがとうございました。